はい、皆さんこんばんは。5月11日、人の悩みはためになる。観葉植物の疑問、質問、コメント返し、今日もやっていきたいと思います。皆さん、大変申し訳ございません。今日のですね、朝、昨日のコメント返し、動画アップしてたんですけど、なぜか5月8日分がですね、また再度アップされていたという皆さんからですね、ツッコミのコメントやね、LINE やメールでたくさんいただきまして、最初何のことだろうとね、思ってたんですけど、夕方ですね、あまりにも来るので見返してみたら、5月8日の動画をですね、上げていたというですね、非常に申し訳ございませんでした。というのもですね、もう本当ですね、今撮っている方の iPhone がほとんど編集とか使うんですけど、もうですね、使いすぎてて、もうね、触れないぐらい熱くなったりですね、アップロードするのに2500時間かかりますかね、出たりするんですよ。わけわかんないでしょ。なので今日、ソフトバンクにですね、持って行って聞いたんです。原因がわからないと、新品に変えてくれよって言ってもね、変えてくれないんですよ。で、YouTube めちゃくちゃね、使われてますね、ということで、YouTube のですね、データ、保存してないんですけど、なんかデータ保存みたいになってて、今ね、アプリ一回削除したんですけど、またやっぱり重いみたいで、でもですね、そういうことで、パソコンでですね、初めて今日の朝ね、上げてみたんですよ。パソコンに落としてですね、パソコンから、YouTube にアップロードしたんですけど、なんとですね、ダウンロードする動画を間違えていたと言ってことで、そういうことで5月8日分がですね、間違って上がっていました。今日もですね、この動画撮った後に、昨日の分のやつと一緒にね、あげようと思います。今もチャレンジしてるんですけど、全然上がらないんですよ。なので、この動画撮り終わったら、昨日の分の米返しと一緒に立て続けに上がると思いますので、皆さん何日か分けて、見てください。はい、じゃあですね、やっていきます。T 矢沢さん、こんばんは。注意喚起ありがとうございます。なかなか大鉢を買うことなかったのですが、園芸屋さんを信じて買っているのに何万円もするのがあんな状態だったらショックですよね。素人だから自分のせいで枯らしたと思っちゃいますよ。もしこの先高いものを買うことがあったら、その場で了解もらって抜いてみようかな。業界の闇を暴く社長、尊敬します。ということで、はい。植物の根が張ってない一昨日の動画ですね。注意喚起ですけど、まあですね、これですね、本当僕、抜いてみたらって言いましたけど、絶対ですね、皆さん、抜くときは、店員さんの了解を得て、店員さんにやってもらいましょうね。はい。いろんなことはですね、自分でやらないように。これね、ちょっと言ったの失敗したなと思うので、くれぐれもですね、勝手に抜かないようにしてください。後でとんでもないことになるかもしれませんからね。はい。よろしくお願いします。まあ、業界のですね、闇を暴くと言ったらですね、大げさになるし、闇をあがいているわけじゃないんですけど、はい。まあ、いろんなことに気づいたらですね、皆さんに、配信していきたいと思います。本当ね、怒られないかなと思いながらなんですけど、まあですね、これが僕なんで、いいかな。はい。ししゃもさん、まさに大鉢をつぬ、まさに大鉢をついこの間買ってしまったところです。フィカス仁なのですが、幹と鉢を紐で固定されていて、でも根は張っていそうです。今は信じるしかないのかな。一つ質問です。フィカスのしっかりと太い幹の緑の苔かな。緑色のワイルドな色味に変わっています。このままほっといて普通の観葉植物として扱ってて大丈夫ですか？それとも他の虫とかが寄ってくるなら吹き落としてあげた方がいいですか？ということでですね、苔はですね、まあ、好き好きです。特にね、大きい大木になってくると、まあ年月が経ってるので苔がね、ついていたりすることもあるので、それを風情と捉えるか、不潔と捉えるか、ここの差だと思います。まあ苔がいるからちょっと虫がね、こう寄ってきて巣にしたりすることもあるかもしれませんけど、僕は取りません。はい。これは好き好きなんでですね。そして紐でですね、下の根っこ、固めてあるときはですね、特に大木の場合ですね、グラグラするので、紐でね、巻いて、こう、固めてあります。なので、それはですね、気にしなくていいと思います。根が張っていてもですね、まだしっかりですね、固まるまではそういうふうに固定してあることもあります。はい。磯野静香さん、ホームセンで長くお留守番している蜂は絶対手を出さないけれど、
昨今こういうことが多発していれば、逆にお留守番鉢の方が根がしっかり回って育ちやすいってことも考えられますね。正解です。そうなんですよ。なのでですね、皆さん、これはね、静香さんのコメントねもですけど、僕もね何度か言いましたけど、これ皆さんこの動画で再生の仕方とかをですね覚えておくと、何が得かといったら、見切り品をですね買ってきて、お安くですよ、でそれを再生してですね楽しむことができる、虫がついてるやつは別ですよ。でも水とかかけそびれでですね、葉っぱバラバラになってるのが結構あるじゃないですか。ああいうやつっていいやつだったらですね、あの買ってきて今の時期だったら再生バンバンできるので、見切り品お安く、そしていいものだったらですね購入する価値はあるんじゃないかなと思います。そういうところでですね、僕のチャンネルで再生とかがですね役に立ってくれれば、これはねまた一段いいと思うので、物はね考えようですよね。はい、頑張ってください。まあ虫はねダメですよ。虫がついてるやつをですねよく皆さん買ってきますけど、虫がついてる見切り品はね買わなくていいです。病気うつります。ミスターまゆまゆ社長、渾身には持ってない、ただ姿形が美しいですよね、再生するのも楽しい作業です、今日もありがとうございます、ということでね、うん、渾身には、あの赤とかねレインボーとか結構あるんで、本当ね新品はね姿形言われるように美しいんですよ。まあね、幽霊みたいにならなきゃいいんだけど、成長する段階ではねやっぱ葉っぱ垂れてくるからしょうがないかなと思いますけど、はい、ないなら買ってください。上野恵美子さん、今新年今2種類をお試技して発根を待っています。社長に助言いただいたように自ら土に植え替えました。この動画の子くらい大きく育ってくれたらいいなと思います。まだまだ先ですが、その際には参考にさせていただきます。ということで、どれぐらいのお主義したのかな、この枝がね、あの大きさになるには多分、地植えでも10年ぐらいかかるんじゃないのかな、どうなんだろう。ドラさんにね、聞いてみたいですね。沖縄のね、生産者の方。地植えしてる写真ね、送っていただいているので、今度ね、皆さん、見せますね。はい、達也川口さん、さすが社長のバッサリ圧巻です、ということで、何度見てもですね皆さんやっぱり僕のカットにはですね、感動するみたいですね。僕からすると当たり前のことなんですけど、まああれはそうですね、有料制にして、悪い葉っぱを切るね、そういう会をですねいつかハウスでやってみたい。何でもお金になる時代、いやらしいかな。いやでもね、なかなかあんなにたくさんね葉っぱとかね切り落とすことがないので、僕の植物で慣れていただいて、自分のお家でですね自分の植物を再生する、こういうですね経験必要なんで、体験を売りにする、こういうのもですね今から先考えていかなければいけないのかなと思います。植え替えとかですね、寄せ植えの体験は結構あると思うんで、再生の体験はないでしょね。これ皆さん僕発信ですから、誰か真似することがあったら、覚えておいてくださいね。はい、永井光明さん、おはようございます。毎度気持ちいいカット模様です。男前カット、お、いいですね男前カット。今度食わず芋の性質と育て方の説明動画、時間があればお願いします。配信楽しみにしております。はい、食わず芋ですね、了解いたしました。あんまりですね食わず芋もやらないんで言うことないんですけれど、頑張って作りたいと思います。ミロクさん、シュロチクすごくかっこいいですね、うちで育ててみたいです、ということで、うん、このシュロチクはねめちゃくちゃいいでしょ。はい、シュロチクね、昔ながらの地味な植物と言われていますけど、こうやってですね飾り方次第じゃ高級感も出てですね、すごくねおしゃれなんですよ。あの昨日ですね、シュロチク大鉢買いますというメールが来ていました。配送料がねかなり高くなるので、そちらで買われた方がいいし、配送料でね植物たくさん買えるからそっちがいいんじゃないですかとご提案したんですけど、いやいや社長から買いたいんですということで、来週ですね頑張って大鉢ね送りたいと思います。それもね動画にできたらなと思います。
何かですね、欲しいものがあったら皆さんね、言ってみてください。やったことないですけど、いろいろね、今からチャレンジしていかないと、と思うので、僕の勉強にもなるのでね、最初のうちは、下手な梱包かもしれませんが、頑張ってね、送りたいと思います。もちろん、おまけはつけます。アミコさん、こんばんは。葉っぱがないと成長しないものだと思っていました。バッサリ切っても力強く成長するんですね。質問なのですが、我が家のエバーフレッシュ購入時、2株が1つの鉢に植えられていました。植え替えの時に気づきました。そのこともあってか、枝が細く、幹が細く縦にひょろひょろと伸びています。大きくなるより幹を太くかっこよく育てたいです。今は室内管理です。幹を太く生き生きと成長させるコツを教えてください。よろしくお願いします。本日植え替えて別々に植えました。ということでですね、アミコさん、エバーフレッシュですね。エバーフレッシュ僕ね、あまり使わないんですけど、今はですね、僕が持っている数少ないエバーフレッシュ、太陽の再生工場、お外にね、置いています。で、幹をね、太くする方法は、僕はもうカットしてね、大きくしてカットして大きくして、長くしたかったらですね、新芽を伸ばカットせずに上に上に伸ばしていくって感じですかね。根を切ってですね、鉢植えねしてあげると、根が生える分上にグーンと伸びますけど、とっくりランとかと、一緒なのかな、どうなんだろう、エバーフレッシュはわからないですけど、ギュッとね鉢詰めてあげると幹が大きくなるみたいな感じではありますけど、まあ一番いいのはですね、やっぱりカットしてね、そこの枝を縦に伸びる分をですね短くして、ここで栄養を止めてあげる、そして幹を大きくする、まあ僕専門じゃないからわからないんですけど、でもそんな感じでですね、いいんじゃないかなと思います。3メーターも4メーターもですね、掘っておいたらなっていくんで、短くしたかったらですね、短くしていると、その分横に横に大きくなっていくと思います。はい、これも実験のうちなのでですね、アミコさん頑張ってね、チャレンジしてみてください。はい、じゃあサブチャンネルの方に飛びたいと思います。お、今日はですね5人増えました。サブチャンネル登録よろしくお願いしますね。はい、ひとやすみさん、社長また上げる動画間違えてるよ、パパーということで、すいません。もうね、このひとやすみさん、ね、最初ね何言ってるんだろうって思ってたんですよね。昨日夜上げれなかったから、朝方ですね動画アップでされたと思うんですよ。それでですね、言われてるのかなと思ってましたけど、全く見当違いの動画でしたね。本当すいません。そしてありがとうございます。くるりくるりさん、教えてください。おしぎしていたフィカススターライトが葉がすべて落ちた後、再生を期待していましたが、樹皮がほぼ剥けてしまいました。木の芯自体は硬くて、白根も数本ありますが、復活する可能性あるでしょうか。ね、白根が生えていたらまだ大丈夫じゃないかなと思いますけど、まあ、スターライトとかですね、まあ、バロックとかベンジャミンとかね、結構弱いです。弱いし葉っぱを落とすし、まあ、環境が変わった時もですね、結構バラバラ葉っぱを落としたりします。そしてお水のですね量が非常に難しいんですよ、スターライトとかはですね。なのでですね、まあ、乾燥がねいいんですよ。乾燥が、特に植え替えとかした時とかはですね、乾燥気味にかなりしてあげていいと思うんですけど、根がない状態の時にね、お水ガブガブあげたら、葉っぱバラバラ落とすんで。しっかりですね乾かして葉っぱが乗った時にしっかりお水をあげるみたいな感じで、なかなか難しいですよね。でも多分太陽の再生工場にがっつり置いてれば、下手に部屋で育てるよりはね、元気になると思います。なのでね、お天気がいい方ですね、ずっと外に置いて、管理してみてください。はい、で、新芽が出てきたらですね、そのまま梅雨の時期もね、雨ざらしにしていても大丈夫です。うん。経過報告、お待ちしております。アスパパさん、社長、食わず芋から花茎が伸びてきたのですが、花が咲いたらすぐに切ってしまった方がいいですか？残しておくとこれからの成長に影響ありますか？よろしくお願いします。はい。ですね、
いろんな観葉植物、花が咲いたらですね、カットした方がいいんですけど、クワズイモとかフィロデン系はですね、まあ、アブラオネマなんかもね、結構花咲くんで、あれはですね、僕あんまりカットはしないんですけど、まあ、でもなんかすごい匂いがするとかじゃなかったかな。もちろんですね、花が咲いたら葉っぱの栄養分とか取られるんで、葉っぱがね、弱ってしまうこともあるので、なるべくカットした方がいいのかなと思うけど、どうなんだろう。食わずにもね、そのまま咲かせていった時もね、ありますけど、そして花粉とかね、なんか種とかこう飛んで、逆にこう床とかが汚くなったような気もします。はい。アリさんとかも確か蜜吸いに来たりするんじゃなかったかな。なるべくならですね、カットした方がいいです。まあ、普通の観葉植物よりはですね、花をめでることもね、できるのかなと思います。はい。じゃあですね、今日はこんなところでございました。ですね、なかなか本当ね、動画の編集が、誰か来た？ママでしょ？はい。そろりそろりとママチワワが2階から降りてきました。我が家、築40年超えましたので、階段を降りたり登ったりするとギシ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 言います。はい。じゃあですね、5月11日か、明日はですね、大雨の中でゴルフ業者コンペに行ってきます。皆さんですね、梅雨がそろそろやってきます。植物もですが、皆さん体を動かすことも忘れないようにしてください。それでは今日はこんなところで、おやすみなさい。ポチッと。